さちです。こんにちは。今日のテーマは、えー、セックスで女性が えー、興奮する瞬間についてお話をしようと思います。えー、パートナーとのラブライフを今よりももっと充実させたいという方は男性の方も女性の方もぜひ最後まで動画をご覧ください。ということで、えー、この前ね、えっ、ー、と、女子会をした時にテーマになった、テーマになったというか、まあ、盛り上がった話題だったので、えー、YouTube の方でシェアしていこうかなと思います。で、あのー、女性って一体セックスの どんな時に興奮をしているのかどの瞬間興奮をしているのかっていうところなんですけど。えっとね、私の場合は、ちょっと考えるとニヤニヤしちゃうな。<laughs> 私の場合はね、セックスの時、まあもちろん興奮してるんだけど、そのセックスの時に自分が興奮した瞬間を、えっと、一人でいる時に思い出して、 ニヤニヤするのが好きです。<laughs> なんか女性ってさ、やっぱセックスで興奮した瞬間ってずっと覚えてて、 で、その瞬間でまた興奮できるんですよね。で、その瞬間を思い出して、またその人とセックスがしたいって思ったりするから。だから、えっ、ー、と、まあ、女性の方は、その自分が興奮した瞬間っていうのを大切に大切にね、あの、いつまでも温めておいてください。それで、それを思い出してまた興奮したいとか、するとさ、よりこうね、エロい気持ちになれるし、セックスに対してもっと積極的になれるから、そういうなんか自分が興奮する瞬間 間ってどこなんだろううっていうアンテナをね女性の方には是非貼っていってほしいなって思いますで男性性の方女性をねいいっぱい興奮ささせててあげてくださいでなんでかっていうとやっぱねその男性もそうかもしれないけど興奮したポイントっていうのはあの女性は今言ったみたいに覚えてるからそれをね何回でもね思い出してで その人とまた会って早くセックスしたいって思ったりもするし、まあ、それを思い出してセルフタイムとかもするだろうしとにかくねその女性がセックスで興奮するっていうのはもういいことしかないからだからその興奮するポイントとかそういうのをいっぱい作ってあげてほしいなと思う次第でございます。 なのでね、えー、っと、じゃあ、ど、どういうところで興奮するっていうお話をしたのかということを早速お話ししていこうかなと思うんですけど、まずはね、えっとね、やっぱりね、女性は、あのー、キスが好き。男性もそうかもしれないけどね、キスが好きな女性が多い。だから、その、キスの瞬間ですね、キスの瞬間。で、キスの瞬間っていろんな、 キスがあるんだけどだけどさやっぱキスする時ってその相手の顔がこうすごく近くに来るわけじゃないですか。でそのすごい自分がもうめちゃめちゃドキドキしててああもう彼の顔が迫ってきてるっていうこの瞬間っていうのはすすごく頭に残る瞬間なんですよねだから、あのー、男性がこう例えばキスしたいんだけどどうしようみたいななんかちょっと。 しもちもちして躊躇しながらのいいいいみたいな感じのキスだと、まあ、S な女性はね可愛いくていいなって思うかもしれないけどやっぱね女性は M の女性が多いのでもう男性がこう男らしくさキスするぞみたいな感じでこう来てそしてこうかわしたキスっていうのはすごくねいいよね <laughs> すごくいいんですよ。めちゃめちちゃゃこう印象にね残るので 興奮するキスあとはそのセックスが始まる前ですね始まる前っていうか始まる瞬間のその男性の迫り方っていうのかなこう男らしくこうさ迫ってこられた時っていうのはやっぱ燃えるよね。なんかねセックスで 女性が男性に対して興奮するポイントってやっぱその男らしい感じがこうかえまられた時っていうのがやっぱ、ね、興奮するっていう女性がすごく多くて例えば何か結構まあもちろんそれは2人の関係性がもう信頼し合ってるちゃんとカップルっていう関係性が出来上がってる場合ではちょっと強引にさこう押し倒されてセックスになった時とか。 ね、そういうのすごい興奮したとかさあとはなんかちょっと激しめに腰を振ってる姿とかそういうのがね興奮したとか何かこう男らしい感じ強引にちょっとセックスにこう持っていく瞬間だったりとかちょっと激しく腰を振ってる瞬間だったりとか。 ね、なんか恥ずかしがってるけどちょっと強引に迫ってこられた時とかそういうのにね結構ね興奮したっていう女性の意見が多かったからなんかセックスっってやっぱよりよ男ららしさを感じられる瞬間だったりすするんですよねだからもちろん S の女性もいるからもうそんな男らしさなんていらないよみたいな。もう 逆に男性が恥ずかしがってて私がもう責めるぐらいが気持ちいいよっていう女性ももちろんいるんだけど、えっと、私がねこうお話をしていく女性っていうのは結構ねやっぱ M の女性が多いのでなのでそのやっぱ M の女性の方が割合的には多いんですよねだから あのわかんないよあのこの動画をご覧になっている男性のパートナーはたまたま S の方かもしれないから、まあ、あの M の女性の方が多いんだという体で聞いてほしいんですけどねやっぱね M の女性っていうのはこうグイグイ来ててしいっていっうのがあるからねだからねあの結構そ,そのさエッチなさあの描写のシーンをこう描いてるインスタの アカウントの方とかいるんだけどさインスタのアカウントでちょっとそのエッチな描写を描いてる人気のねあの漫画を描いてる方がいらっしゃるんですけどやっぱそういうの見てもその女性がすごくキュンキュンするシーンって男性がこう強引にさ女性がちょっと恥ずかしいからやめてみたいなこと言ってるけどなんかいいんだよ俺は抱きたいんだみたいななんかそういう感じの描写がやっぱ女性はもうみんなたまんないキュンキュンするみたいな感じなんですよ。 だからねあののー、ぐい,ぐい来て欲しいのよねだけど男性とお話をしているとたまには女性からも誘ってほしいとかさなんか女性から全然誘ってくれないとなんかセックスしたくないのかなって思っちゃうとかまあそういう意見もね聞くのでまあいつも女性がね求めてばっかりではいけないと思う。だけどあのー 求めてる女性が多いということをね、あの、知っていただけるといいんじゃないかなと思います。で、たまにはね、やっぱ女性から誘うことも大事だしね。まあ、あの、求めてばっかりはいけないということなんだけど、だけど、もう女性が、その、どういう時、セックスでこう興奮するのかっていうテーマでお話をした時っていうのは、やっぱその男らしさを感じる瞬間、ちょっと強引に迫られたりだとかね、あとはその、まあ、スマートな、 セックスじゃないや、スマートなキスの瞬間とかね。そういう部分で女性は興奮するというご意見が多かったので今日はえそちらをお話しさせていただきました。参考にしてみてください。ということで今日は以上になります。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。